Hi everyone, this is Colin's channel. 本日は私の経験からバレットジャーナルの魅力とちょっとした説明をしたいと思います。海外ではよく知られていますが、日本ではあんまり私は見たことがなくて、ロフトや東急ハンズなどでいろんな種類のノートや手帳が売られていますけど、バレットジャーナルは全部混ぜた感じの手帳です。要するにトゥドゥーリスト、スケジュール帳、日記帳が全部入っているノートですね。自分で全部カスタマイズできるので、人それぞれのニーズに合ったバレットジャーナルを自分で作ることができます。私は2019年の2月から始めました。本当はこういう硬い表紙のノートとか、このブランドリューチトラン、わかんないけど、これがすごく有名で人気のあるノートなんですけど、始めた時は続くかどうかわからなかったので、もうちょっと安い無印のドットのノートを買いました。バレットジャーナルはドットがあれば何でもいいので、自分が持っているノートだったり、ドットいらないやって方は白紙のノートでも大丈夫です。ただ線を引いたりスケジュールなどを組み立てるとき、ドットがあるとまっすぐ線が引きやすかったり、数えるだけで正確な幅になるのでとても便利です。バレットジャーナルについてどうやってうまく説明できるかなと思っていろいろサイト見てみたんですけど、このサイトはいろいろ情報が載ってあってとても読みやすかったです。ちょっとまとめると、バレットジャーナルが向いている人とは、やりことがありすぎない人、ペンと紙を使って手書きのトゥドゥーリストを作るのが好きな人、これ私です。目標がある人、習慣を身につけたい人、これも私。文房具が好きな人、記録をつけるのが好きな人、スクラップブッキングや美しいペンなどが好きな人、私、文房具大好き。スケジュール帳が好きな人、これも私です。計画を立てるのが大好きで、もっとシステマチックに生きたい人、記録をつけたり日記を書いたりしたいと思ってるけどなかなか習慣ができない人、これを聞いてビビッときた人はぜひ始めてみてください。バレットジャーナルを始める方の主な目的としては、目標に近づきたいだったり、時間をもっと効率よく使いたいという方が多いですね。トゥドゥーリストや予定を細かく書くことで、自分は何をすべきなのか目に見えて、時間を無駄にすることがなくなったり、事前に予定を組み立てることによってもうちょっと時間の配布をうまくしたり、タイムマネジメントのスキルが上がると思います。私の去年のジャーナルをパーッと見ると、去年は本当に効率良ければいいやって感じで、そこまでアーティスティックにしませんでしたが、2019年はこのような表紙で1年先のカレンダー書いたり、動画のアイディアや目標、行きたい場所などを書いてから毎月のスケジュールみたいなのを作ってました。このノートは2月から始めて11月でパンパンになってしまったので、本当は2020年の1月に新しいノートを始めたかったんですけど、今年の12月からこっちのノートに私は移り変わりました。ちょっと一緒に見ていきましょう。まず開くと2020年ってその年のページ、カバーページを作ります。これ色塗るかどうかまだ決めてないんですけど、まあちょっと汚いけど、こんな感じで私は2020年もお花っぽいデザインにしました。次のページはマス目を数えたページで、バレットジャーナルってよく表とか四角を書くケースが多くて、毎回数えてると時間がかかるので、事前に数えて、例えば3等分にしたければ点は7つって数えておきます。こちらはコートページでチーズーなんですけど、名言を書いたりして自由なページです。セットアップは人それぞれなんですけど、これは私が決めたセットアップなので、次はこれは目標と書いてあるんですが、2020年達成したいことなどを書いて目標を立てます。これはビデオスラッシュフィルムアイディアスということで、映画や YouTube のネタ作り用のページです。これは Movies I've Watched ということで、見た映画を記録するページです。去年は半分だけだったんですが、結構窮屈になっていて、少し評価やコメントも書きたいなと思ったので、今回は2ページ分にしました。こちらは Recipes to Try、 試してみたいレシピを書く場所です。料理にちょっと力入れたいなと思ったので、料理用のページにしました。これは Places to Visit ということで、旅行行くときや一時帰国するときに行ってみたい場所などを事前にリストアップして参考にしたいと思って
このページを作りました。これは適当にあの絵描いたキッチンなんですけど、 Thanksgiving で友達の家に行った時にスケッチしました。これは12月のマンスリーページです。マンスリーページは1ヶ月間を見渡すページで、だいたいカレンダーからスタートします。これが12月の予定みたいな感じで、自分でカレンダーやデザインを決めて描きます。こちらは YouTube で達成したい目標で、ここはやることリストみたいな済ませたいことを書いてます。次は Habit Tracker と Expense Tracker。 Habit Tracker は習慣トラッカーといいまして、習慣にしたいことを書いて毎日それできたら色を塗っていく、要するに毎日記録することによって意識も高まるし習慣になるということです。Expense Tracker は普通にお金の管理です。次は Brain Dump。 これは落書きとかパッと思い浮かんだことを書く自由帳みたいなページで、これは友達の筆ペンを借りて書いたものです。こちらはパッキングリストとトゥドゥーリストです。時事帰国するのでそれ用のパッキングと、それに向けてやりたいことを書いています。マンスリーページに関しては、自分が達成したい目標に近づくためにいろんなページを増やすこともできます。例えば1ヶ月間の運動記録を取ったり、仕事や趣味にかかった時間の記録などを取ることもできます。この私のハビットトラッカーではジムに行く記録も書いているので、なるべく運動するように心がけています。また戻るんですが、パッキングリスト、トゥドゥリストの次はウィークリーページです。これは毎週作るもので、月曜日から日曜日1週間を見渡せるページです。これも手帳みたいな感じですね。自分でやることだったり、私の場合何を買うか、ハム、レタス、パプリカなどいろいろ書いています。ウィークリーページは土日に次の週のページを書いたりしています。ちょっと2週目はサボってるんですけど、イラスト。ウィークリーページで1週間を見渡せたり、もっと細かく目標を立てることもできます。こういったマンスリーページは現在の月の分だけ用意すれば OK なので、今12月ということで12月の分だけ書けました。12月30日とか31日になったら1月分のこのセットアップも書きます。雑でしたがバレットジャーナル紹介でした。このように私は学生なので、自分に一番適しているテンプレート、使いやすいシステムにしています。もし外食が多くて節約もちょっとしたいなと思った方は、それ用の節約の目標を作って記録できるようにしたり、主婦の方だったら例えば料理の献立でレパートリーを増やしたい目標が持っている方はそれ用のページを作ったり、いろいろできます。私の絵を見て、うわ絵描かなきゃいけないの超めんどくさい、すごい時間かかる、どんな絵描けばいいのか毎月思い浮かばないと思った方、バレットジャーナルにルールは全くないので、絵がやりたくなければ資格だけでも全然大丈夫ですし、自分の芸術のスキルを上げたいという方は凝った絵を描いてもいいですし、水彩画を描いて貼ってる人もいたり、カリグラフィーをノートに書いていたり、見栄えのいいものにするために時間をかける人が多くネットに載っていると思いますが、実際この手帳を使うのは自分だけで自分のためのものなので、そんなにいろいろやりたくないよ、時間かけたくないよと思う方は、ただ表を書いたり線を書いたりするだけでも全然大丈夫だと思います。毎月ポイントのペンの色を変えるとかでもまとまって綺麗に見えると思うので、あんまり考えすぎず、ちょっとねプレッシャー、私も最初ここまで全部やるのかと思ったんですけど、時間をかけたり、なんかちょっと絵描きたいなと思った時に描いたりして気軽にやってます。以上で私のちょっとしたバレットジャーナルの講座でした。私はただ2019年約1年間使っていて、すごい効果を感じたので、ちまちま描くのも好きだし、時間を効率的に使うこともできたし、いろんな目標も達成することができたので、バレットジャーナルの魅力をいつか皆さんに伝えたいなと思い、この機会を得てこの動画を作ってみました。参考になれば嬉しいです。もちろん私も初心者なので、もっとすごい芸術的なものが見たいと思う方は、英語で Bullet Journal と調べるとたくさん出てきます。 Pinterest や Google イメージにも毎月のテーマのアイディアやレイアウトのいろんなパターンを見ることができます。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。 LINE、Twitter、Instagram もやっているので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。ぜひ2020年私とバレットジャーナルバディになりましょう。